日産自動車は小学校5年生を対象に電気自動車 EV や車と社会の関わり方について学ぶ教材を制作し、全国の小学校に提供しています。今日は市立中村小学校でこの教材を用いた特別授業が行われました。児童はクイズ形式で EV について学んだ後、校庭で EV が自動で駐車する様子を見学したり、乗車し乗り心地を体験したりしました。日産は今後も各地の小学校でこうした授業を続けていくということです。